ポップティーン TV。 こんにちは、メリルです。ナチョスです。今日はみつりささんの撮影をしています。イエーイ。もう本当に冬だ。雪も降ってるし、ね、髪の毛にいっぱいつけました。雪を、雪を冬楽しみ、うん、楽しみ。めっちゃ可愛い。今日は読者のみんなも来てくれてるから緊張してるけど、うん、私たち頑張ります。イエイイエイ。1カット目が始まります。ナチョス様とメル様付けやばい、さま付けさせてしまった。ナチョス様、後で怖いぞ。タチューで軽くなる。はい、はい、1カット目の衣装はこんな感じです。イエーイ、終わりました。今回もね、パフュームボトルって言って可愛い香水柄がポイントの。女の子らしい、ね、めっちゃ可愛い。ここにもそう、あと水色とかな、そう、色そうな感じ、なんか冬っぽくて可愛いですね。みずりささんとかピンクってイメージだったけど、今回はほら、私が着てるみたいな白黒のものと、のとだけど、なんかアリーさんも残しつつ、女の子らしい可愛いデザインですね。あとブラウスのリボンがいつも可愛い。わかる。もうなんかモニモリボン。リボン。リズリサさんってすっごいリボンを使ってくれるから。リボンが多い。ガーリーのベレー帽の後ろにもリボンが。可愛い。パールも可愛い。そう。確かにパールって。リズリサさんのベレー帽めっちゃ好きなんで、うん、いつも。ベレー帽は可愛すぎる。女の子になれる。れる今回も女の子らしい可愛いワンピースです。皆さん、はい、ぜひチェックしてください。イエイ。あ、メリルだよ。メリルだよ。メリルだよ。メリル様じゃないよ。メリルだよ。星スター、お願い事をしましょう。うん、お願い事か。早く痩せて美味しいものが食べれますように。確かに浮いてる、浮いてる、かわいい。ねえ、中学生だって。かわいい。なんか13歳マジ。え、ありがとう。絶対なんか可愛い。ありがとう。ありがとう。ありがとう。え、可愛い。メロ欲しい。めっちゃ可愛い。いいね。はい、はい、全部のリズリサさんの撮影が終了しました。もう今日はなんか、ね、リズリサもナチョタンズも来てくれて、ファンの子が見に来てくれてる。嬉しいよね。緊張するけど。なんかいつもと違う感じで、うん、すごい楽しかった、ね、楽しかった。そしてね、みずりささんの服もまたチェンジして可愛いですね。ビュッてめっちゃ可愛くない、うん、ちょっとなんか大人っぽい気がする、ね、すごい黒とかも、黒もあれば、そう、うん、初めて黒を見たから。確かにピンクってイメージが強かったから、うんうん、だからまたな、うん、なんていうかな、新鮮で、うん、大人っぽい子も着やすい、うん、こっちも好きデザインになってるし、ね、また冬のニットも可愛いですね。冬のニットは本当にモテる、うん、モテニットだ。可愛い、さすがですね、うん、さあね、雪のね、そう、こんな可愛いセットで、はい、もうすぐ冬です。冬です。やってきます。やってきます。クリスマスです。クリスマスです。
いいね。いいな。浮かれてる。はい、ポップティーン1月号見てね。